お世話になっております。サイド B の本田です。この冬に向けて20年ぶりにダウンを買い替えました。前のやつは20年も着てたんで、今回もこの先20年着たらとっくに還暦すぎるやんってことで、人生最後のダウンになりそうだし、ええやつ買った方がええなということで選んだのがこちら、デサントオルテライン水沢ダウンコートマウンテニア HC。 冬季オリンピックの日本代表が着用したオフィシャルウェアとして一気に有名になった当代最高のダウンジャケットマウンテニア、そのハーフコート仕様です。内ポケットに品質保証カードが入ってました。とにかくすごい自信だ。全体的には割とシンプルで、スタンドカラーがマウンテンパーカーっぽいシルエットになっています。ダウン質が塗ってない圧着方式なので、寝袋が歩いてるようなボンレス感も出てないですね。スーツだと首元から入り込む冬の冷たい風でうひょーってなることが多いので、この襟が立ってるのは嬉しいですね。第一印象的にはまあ地味というかなんというかみたいな感じを受ける人が多いのかなという気もしますけど、変に存在感を主張してこないので、スーツの上から着るにはこれがいいかなと思います。メーカーのロゴはひっそりと腕についています。購入したのは L サイズ、169cm、58kg の私が着て、サイズ感はこんな感じ。お店で M と L の両方試着したんですけど、腕周りが割と細めなんで、中にスーツを着てバイクに乗るということを考えると、一回り大きい L がいいかなというふうに思いました。さてここから機能の話。まずはこの生地、デサントとトーレが共同開発したダーミザクスマイクロストレッチというやつなんですけど、まず名前の通りストレッチ素材、ダウンでストレッチって珍しいですよね。結構伸びます。ジャージみたい。このダーミザクスは糖質防水機能があります。数値上のスペックでは耐水性2万糖質性1万となっています。数値の基準として、大雨の中高速道路をバイクで走っても中が濡れないレベルとされています。この耐水性2万糖質性1万っていうのは、RS 太一のバイク用レインスーツ最上位モデルのドライマスター X と同じ数値になっています。ダウンなのにカッパとして着られるレベルで雨に強いということですね。当たり前のように防風撥水機能も備えてるし、この辺全部止水ジッパーになっています。袖の内側ですねに絞りがついているので、思わぬところから濡れる心配もありません。うわ今日雨か、水沢ダウン着ていこうとはならんと思うけど、今日この後一雨来るかもしれんなみたいな時にレインコートを持っていくかどうか悩む必要がないというのはかなりありがたいですね。とりあえず水かけてみましょうか。で雨が降ってきてフードかぶろうと思ったら、フードの中に雨溜まってて水が背中にツツツみたいな、そんなことにはなりません。これ普段はフードの部分がジッパーで閉まってます。なので雨水がフードの中に溜まることはないという、そういう構造になっています。でフードを出したい時にはジッパーを開けるんですけど、いちいち脱いだりしなくてもいいように、このジッパーをこっち側に開けば開くようになってます。すげえ。パラフードという名前らしいです。パラシュートっぽいフードみたいな感じかな。
さて内側、水沢ダウンって書いてあるね。でここがこれを買う決め手になった要素なんですけど、首裏がリブ襟になっています。ダウン生地の襟は首の裏がペタペタする感じでどうも好きじゃなかったので、20年間着た前のダウンが手放せなかったってのもリブ襟だったからというところなんですね。で気づいた人がいるかもしれませんけれども、ここのジッパー2つついています。ぴっちり締める用のジッパーと微妙に空気を逃がす用のジッパー、締め方によって着てる感じの温度感違うんですね。左右の脇下にもジッパーがついています。これアウトドア用の上着とかにあるベンチレーションという蒸れとか熱気を外に逃がす機能になっています。暖かさだけじゃなくて快適さというのも考慮して設計されています。さて、肝心の暖かさなんですけど、もちろんね良質なダウンと表地のラーミザクスっていうので暖かいんですけど、マウンテニアの暖かさのポイントは音声にあります。秘密は裏地のヒートナビ、すんごい雑に言えばヒートテックのデサント版。ヒートテックが湿度を熱に変えるのに対して、ヒートナビは表地を透過してきた光を熱に変える。これ曇りとか雨でも暗闇でさえなければ発光してくれるソーラー式回路機能を持った機種ですね。ここまではマウンテニア全般の話。ここからマウンテニア HC、 このハーフコート仕様の特徴に触れていきます。元よりスーツの上から着るんだったらジャケット丈じゃなくてコート丈だよねっていうのは割とまあ多くの人が納得してくれるんじゃないかなというふうに思います。私はバイク移動が多いのでロングコートじゃなくてハーフコートが中心になっています。ジャケットサイズの無印マウンテニアに比べて、このマウンテニア HC は着丈ですねが7センチから8センチぐらい長くなっています。この7、8センチっていうのが下にスーツを着た時にジャケットの裾が見えるかどうかっていう違いになってきます。これが決定的。それからマウンテニア HC は着丈が長いハーフコート仕様なので、ジャケットサイズのマウンテニアについてる裾の内側ですね、ここの一番下のところについてる絞りはついていません。スーツの上から着るハーフコートなんで絞りとかいらないですね。変に後ついてもいいし。それからポケットですね、無印のマウンテニアっていうのは外のポケットがこの2つしかついてないです。モデルさんとかもこうやってここに手を入れて写ってたりするんですけど、やっぱりね上着のポケットってこっちでしょ、ここに欲しい。マウンテニア HC っていうのはこの着丈が長いからなのかわからないですけど、このですねいつもの場所にポケットが追加されています。これはハーフコート仕様の特徴ですね。やったね。スーツの上から着てバイク移動する私にとってはこのすっきりしたデザイン、ストレッチ性、防水なんていう欲しい機能が全部乗せ状態になっています。首裏のリブ襟は採用しているものがほとんどないので、これを見た時にはあやっと完璧なやつが見つかったっていう感じでした。そんなパーフェクトなマウンテニア HC にも弱点が大きく2つ、入手性と価格です。入手性がとにかく悪い。水沢工場の職人による製造で、まあ、手生産だからっていうことなんでしょうけど、市場に出回ってる数が少ないということもあって、毎年これは10月中旬ぐらいに発売を開始するんですけど、11月にはもう市場からなくなってしまう。デサントの直営店も全国に12店舗しかありません。で、直営店以外の取扱店舗もそんなに多くはありません。通販はあるみたいですね。京都には直営店があるので、こうやって試着して選ぶことができたんですけど、通常のジャケットサイズのマウンテニアがメインモデルになっているので、このハーフコート仕様のマウンテニア HC っていうのはマイナーなちょっとモデルになってしまいます。
なので店舗には置いてないとかですね、事前予約のみみたいな場合もあるようです。それから値段も高い。マウンテニア HC は13万2000円、楽天のデサントストアが一番安く買えるみたいですね。とは言っても余裕で10万を超えてくるので、この値段のものを試着なしで買うっていうのはちょっと躊躇しますね。いかがでしたでしょうか。20年着るつもりで買った当代最高のダウンコート、マウンテニア HC。 ハーフコート仕様のレビューっていうのは検索してもあんまり見つからなかったので、ぜひですね、このサイズ感含めて参考にしていただければ幸いです。それではご視聴ありがとうございました。